はいどうもみなさんこんにちは、きょうぎょです。今回はですね、えー、クラッシュ・オブ・クランのですね、初心者さんのための、えー、クラッシュ・オブ・クランの用語について解説していきたいと思います。あの、掲示板とか、えー、記事とかを見るにあたってですね、その用語を知らないとなんだこれというのが結構あるので、そちらについての紹介をしていきたいと思います。まずですね、最初は、えー、っと、もうやっていきましょう。まあ、そうですね、えー、っと、用語、これはすごい一般的なタウンホール。 それはですね、TH と略されます。タウンホールで TH ですね。はい、どんどん行きましょう。そしてあとは何でしょうかね、えー。アーチャータワーですね。アーチャータワーは AT と略,略されることが多いですね。えーまあ、掲示板が主に多いですかね。はい。そして、えー、ウィザードの塔。ウィザードの塔はですね、ウィズ、ウィズ塔ということで、WT と略されることが結構多いですかね。 えっとウィザード自体が w i h と呼ばれているので、まあ、WT と呼ばれることが結構多いですそして、えー、迫撃法なんですけれども迫撃法はですね、えー、結構クラッシュ・オブ・クラン内の言語をですね英語って にしている人は結構多いと思うんですよそうした時に、えー、白液法はモーターというですね、えー、表記になるのでモルタルタと呼ばれております、まあ、基本的に記事とか掲示板でモルタルという表記されることはあんまないと思うんですけれどもたまに出てきますねはいツイッターとかでも結構見かけますね、まあ、こちら巨大クロス棒も、えー、XB と XB クロス X でクロスで B 棒というふうに XB と略す されることが多いです、ね、はいそしてこちらババキンバーバリアンキングのことをババキンと呼びますねはいこれは結構あれですねそしてダークエリクサーなん,んダークエリクサーなんですけれども、えー、ダクエリであったり DE ダークエリクサーで DE であったり墨汁と呼ばれることが多いですねはい墨汁そしてこちらア,アーチャークイーンアーチャークイーンはアチャクイと呼ばれることが非常に多いですそしてこちらも巨爆とか はいまあ、一般的に普通に想像がつくかなと思いますねそしてこちら、えー、対空爆弾なんですけれどもこちらは赤風船と呼ばれることが結構多いですそして、えー、ホーミング対空地雷こちらの方は黒風船と黒風船をですねあの黒のえー、っとレベル6のですねバルーンと勘違いする方が結構おられるんですけれども黒風船というのはホーミング対空地雷のことだったんですねはいそんな感じでした えー、そしてユニットなんですけれどもえー、っとユ,ユニット、えー、左から左上から説明していきましょうバーバリアンバーバリアンはバーバですねそしてアーチャーアーチャーは、えー、ーアーチャとかアチャコと呼ばれますねアチャコの由来は何かどっかの記事で読んだんですけれどもなんか何でしたっけなんかアーチャーでなんかアーチャー女の子だからなんか可愛さ出すためになんかアーチャーアチャコみたいな。 そんなことをなんかどっかの記事で読みましたはいそしてゴブリンそれはゴブリンはゴブですね結構その最初の2文字で略されるってことが結構多いですねそして、えー、ジャイヒーじゃなくてジャイアントですねジャイアントはジャイと呼ばれますねそしてウォールブレイカーなんですけれども、えー、ウォールブレイカーはですね WB と呼ばれることが本当に多いです <laughs> WB ですねそしてバルーンバルーンなんですけれども、えー、バルーンは風船と呼ばれますねこちらをですね先ほどの赤風船と黒風船とですね、まあ、間違えないようにししするの間違えないようにしないといけないのがちょっと注意ですねそしてウィ,ウィザードなんですけれどもウィズと呼ばれることが多いですウィズはまあウィズですねはいそしてヒーラーはヒーラーはあの単体で略されることはないんですけれども とジャイヒーであったり、うん、ジャイヒーですね主にジャイヒーの時にそのヒーとしてその接続する時にヒーというふうになりますで単体ではヒーラーとかになりますねそしてドラゴンドラゴンはドラペッカはペッカだと思いますはいまあこんな感じでねやってきたんですけれども ま,あ,ま,だまだあると思うんですよね逆、まあ、そんなないと思うんですけどもそしてさらにはですね、まあ、ダークエリクサーの闇の弊社に行ってみると、えー、ガーゴイルガーゴイルなんですけれどもガーゴイルはガゴと略されることが多くてさらにはですねえっと戦法でバムという戦法があるんですよバーバリアンアーチャー,、えーガーゴイル。なぜバムの M が ガーゴイルなのかとと、言いますとガーゴイルは英語表記でミニオンという単語にな,ってなるので、えー、バムという漢字になりますえホグライダーはですねホグと略されることが多いんですけれども豚とか豚って略されますね結構豚豚ラッシュとか結構言われますねえバルキーなんですけれどもあのガゴバル あの戦法ででという戦法があるんですね完全に対空で攻めていくっていうガゴバルのガゴのバルをですね、えー、バルキリーと略、まあ、間違えてしまう方も結構多いですね、えー、ガゴバルのバルは、えー、バルーンのバルなのでそちらも注意注意が必要かなと思いますえー、っとそしておっとっとっと,っとゴーレムは、えー、ゴレ と呼ばれますねそしてネクロマンサーは魔女とかえー、魔女うん魔女と言われることが結構多いですねはい、まあ、そんな感じで、まあ、初心者さん向けのはですねあとはその基本語種と呼ばれるその上の上段のバーバリアンからウォールブレイカーのことを基本語種と言ったりしますはい。 ということでまあ今回は、えー、まだまだね用語あると思うんですけれどもまあそちらまあ、気づいたらどんどん追加していこうと思いますまあ今回はですねま、えー、基本的なまあその掲示板とか、えー、記事とかで使われるものなので覚えていて損はないですということでご視聴ありがとうございました。